画家アーティストの中林佳穂です。今日はですねゲストをお招きして、私の作品を使ったコラボスカーフができたのでそのお話を一緒に、ご紹介させていただいたりインタビューさせていただきたいと思っています。じゃご紹介します。脱毛症の方のためのおしゃれなスカーフを作られている起業家の角田真澄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。合同会社アルモニアという会社で髪を失った女性のためのヘッドスカーフの企画製造販売をしています。角田真澄です。今日はよろしくお願いします。とっても笑顔が素敵で美しい真澄さんなんですが私前橋市っていうところに住んでるんですけど、そこの、起業家さんが集まるシェアオフィスに東京から群馬に戻ってきて最初つながりを作りたいっていうのもあって、ちょっとだけブースを一角お借りしてたんですよね。その時にご紹介をいただいてご縁をいただき、それからこうやってねお仕事もさせていただいてますし、お友達としても、でもお世話になって楽しくいただいてる素敵な方でございます。ありがとうございます。3年ぐらい前ですか、戻られてきたの。もう5年前ぐらいかな。もうそんなになります。そう、子供が4歳だから。そう、長くお付き合いさせていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。多分ねお会いしたのは、戻ってすぐのちょっと後ですかね、うん、産んだ後に入居、入居っていうのはそのシェアオフィスに入居をして、でそのいくらか経ってからご紹介いただいたので、そうなんですね、多分お会いしてからは3年ぐらいかもしれませんね。はい、楽しくいつもお話お伺いしてます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ詳しいことはね、実は違う回を、撮らせていただいて、このチャンネルかもサブチャンネルかちょっとまだ検討中なんですけど、後でアップさせていただこうと思ってるんですけど、そのスカーフがね脱毛症っていう方のためのね、スカーフなんですよね。その辺をちょっと少しご紹介いただきたいと思います。そうですね、脱毛症って皆さんなかなか馴染みがないと思うんですけれども、毛が抜けてしまうっていう病気なんですね。私がですね2013年にですね、その病気を発症しました。そうなんです。自分の髪の毛がですねこっそり抜けてしまったんですよね。で一時期はですね、髪の毛のほとんどが抜ける、もう3分の2くらいが抜けてしまって、もう地肌がむき出しになってしまうような状態になってしまったんですね。ショックですよね。そうですね、まさかそんなことになるとね思っていなかったので、どうしていいんだろうなっていうのが正直なところだったんですよね。でもそういう髪の毛がね抜けられる方って、皆さんウィッグをね、いわゆるカツラですよね、をつけられるんですけれども、私もつけたんですけど、どうしてもきつかったりだとか、あとはなんか擦れたりだとか蒸れたりだとか、心地いいものではちょっとなかったんですね。なのでなんかもうちょっと気軽で快適でおしゃれに、なんかこうもっと日常をこう快適にできるようなものがないかなということで考案したのがこのスカーフというものになるんですよね。なんかね、体験から必要なものを、あとすごく女性の心をなんていうのかなと、捉えたというか大切にしたね、ものですよね。そうなんですよね。やっぱりこう女性って見た目がね、こうヘアスタイルで7割決まるって言われますけど、こう毎朝、ヘアスタイルが決まってるだけで、ちょっと気持ちが明るくなったりするじゃないですか。そうですね、逆もしかりで、ヘアスタイル決まらないと、もうそれ幼稚園の子でも、やっぱこう髪の毛がちょっと決まらないだけで幼稚園行きたくないとか、ね、女の子はね、そう言ったりするぐらいすごく大事なものなんですよね。それが病気でこう亡くなってしまう、それがダメになってしまうっていうか、その喜びがなくなってしまうっていうの、すごく残念なことだなと思って、そういうこう自分のこう病気になったり症状を持ったりして、辛い時だからこそファッションで楽しめた方がいいんじゃないのかなっていうので、こうファッションとして楽しめるものっていうものを考案したいなと思って、素晴らしいですね、やりました。それで
オリジナルの柄とかアーティストさん、うん、コラボスカーフとかもねされてるんですけど、うん、その一環で今回私とも、まあ、でも1年越しぐらいでやっと、うん、そうですね、できてすごい嬉しいんですけど、うんね、作れたんですよね。そうですね、はい、結構最初の初期の頃から、うん、なんかカホさんのでスカーフ作りたいっていう話はずっとしてたんですよね、うんうん、そうですね、コラボレーションしたいねってね、うん、言ってたんですけど、うん、そう、もう夢がね叶って私はとても嬉しいなと思っております。形になりましたね。はい、じゃあそれを早速なんですが、はいはい、私もまだつけたことがなくて初体験なんですけど、うん、そうですね、はい、マスミさんのつけ方講座と一緒に、はい、うん、スカーフの紹介もそうです、ね、あと体験ねさせていただきたいと思います。はいはい、で、そしたらですね、うん、こちらがカホさんデザインのスカーフになります。嬉しい。原画の一部がこれ、こういう女性性をテーマに4点、うん、書いたものを組み合わせてデザインしていただいたんですけど、はい、でこれは光っていうタイトル、女性の内側からの光っていうタイトルですね。でそれがこういう柄の部分になってます。本当に綺麗にね、はい、色が出てますね。すごいバッチリですねこれね、うん、ね、すっごい良かった。あとね、いろいろ他3種類の絵も組み合わせていただいて、うん、ね、太陽と月と女性の輝きですね、うん、太陽と月ってちょっと神秘的な青いものに月を描いて、うん、あとピンクの部分があるんですけど、うん、こちらはハートっていう、そう、あ、はい、ここのこのところかな、そうですね、うん、あ、布も持ってきてくださって、はい、はい、そう、まず絵のデータをデータ化したものをこうやってね布にしてくださってて、うん、でこれ素材がねシルクなんですよね。あ、実はですね内側だけがシルクで、これねポリエステルに、はい、印刷をしています。はい、そう、内側、肌に触れる部分がシルクだそうです。ですね、はい、すごく綺麗に出てびっくり。ここハートかな、うん、あ、そうですね、こういう、そう、愛をテーマにした1枚、うん、ハートですね。そう、やっぱりね、つけた方がね、うん、明るくなってくださるといいなとか、うん、まあでもそうやって青い部分とかもあれば、うん、こういろんな気持ちがね投影しやすいかなっていう気もして、すごくカホさんで描かせていただきました。絵から感じるエネルギーだとか優しさだとか、うん、女性らしさだとか、うんうん、なんかそういうのをすごくこう感じられるというか伝わってくるようなスカーフになったかなって思ってます、うんうんうん、そうですね、はい、じゃあ早速実際に、マスミさんによるスカーフの付け方講座と私も実際の体験をさせていただきたいと思います、はい、まずですねカホさんにつけていただく前に、はい、ざっとですねつけ方ご説明させていただこうと思うんですけれども、はい、もうすでにですね頭の形に作られているんです。やっぱ普通の布、四角いスカーフを頭に巻こうとすると、はい、結構大変なんですよね。滑っちゃったりだとか、で何分もかかってこうね、ずっと鏡の前であれこれするのって、ね、実はもう毎日の生活の中だと大変だと思うので、ね、襟元とかでさえ結構なんかやり直しますね。特に子供がいたりとかしたらね、うん、こうバタバタしてる中で早くお風呂入りなさいとか言ってる時にできないからすごいなんか体験からの声が響く染みるわみたいなそうで、ね、もうすでに頭の形にしたら、うん、さっと身につけていただけるんですね、こう頭の形のありますんで、これで説明しますと、はい、その形はマスミさんが考えたんですか？あ、そうですそうです、オリジナルの形になっているのでかぶってもらって、同じ生地で作ったシュシュがあるので、はい、これでですねこうパッとかぶっ縛ってもらうだけなんですね、うんうん、でこれでもう終わりなので、もう慣れるともう鏡の前も行く必要ないですし、あとは、5秒もかからないような感じ。うん、すごい、ね、うん、どんなに子供が暴れていてもサクッとつけていただけるそれ大事ですよね。なんか起きた瞬間からちょっと整えたいなっていうのがね、ありますもんね。そうなんですよ、やっぱり私たち髪の毛なくって、うん、寝るときは何もつけない、やっぱつけないんですよね、うん、だけどこう起きてね、こう洗面所に行くまで、鏡の前に行くまででも、うんうんうん、家族って周りにいるじゃないですか。そうですね、うん、大好きな旦那様とかね、そう、大好きな旦那さん隣で寝てるのに、うん、やっぱりこう
ハゲ散らかした頭でね、うん、入ったくないなっていうので、うん、さっと身につけていただけるような形になってます。うん、素晴らしい。はい、なので、ウーマンですね。はい、では早速カホさんの方に、うん、はい、ぜひつけていただければなと思うんですけれども、はい、いいですかね。はい、じゃあお願いします。はい、私どうしたらいいですか。あ、そのままいていただければと思います。耳にかけちゃった方がいい、うん、そうですね、ちょっとまとめ、はい、本当はですね、そうですね、縛ってもらったりとかした方がいいかなと思うんですけど、うんうん、でもそのままでもこうパッとかぶってもらってですね、うんうんうん、ちょっと髪の毛があるとちょっと巻き込んじゃうかもしれないです、うん、あ、じゃあ逆に全部入れちゃった方がいいのか。そうそうそう、うん、ウィッグネットっていう髪の毛を全部まとめるネットとかが売ってます、うん、100均で売ってますので、うん、それをつけていただいて、そう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 、え、ちょっともう一回 やってもいいですか、はい、さっと終わっちゃうみたいな話してる間に終わってこれをね入れちゃった方がいいのかと、うんうんうん、あ、じゃあこれでそうですね、一旦そう上げといてもらって、はい、上げて、はい、はい、じゃあ失礼します、はい、でこうねちょっと生え際に沿っていただいて、はい、いい感じ、いい感じ、はい、いいですね。耳は出していいのかな。耳ね、人にもよるんですけど、あの人の顔の形とかによるんですけど、入れても可愛い、ちょっと入れた方が私は好きです。あ、断然なんか髪入れた方が可愛いですね。でしょ、うん、そうなんですよ。こんな感じで私結構被り物いける系、いける系でだと思ってるんですけどこんな感じになっております。かわいい、やっぱり素敵、いいですね。ほら、ちょうどイヤリングも、そう、イヤリングがやっぱり映えますね。映えるし、そう、うん、なんかシンプルなお洋服が逆に映える。うん、特にこのカホさんのやつは、うん、もうスカーフ自体もめっちゃエネルギーがあるので、うん、シンプルなお洋服に合わせていただくといいなと思いました。そうね、うん、私は白いシャツとかこう今日みたいな黒いもの時に使わせていただくとめっちゃ褒めていただけます。あ、本当ですか、嬉しいです、はい、ね、結構今こう流行りがシンプルなお洋服も多いから、うん、逆に使いやすいかもしれないですね。そう、うん、で結構ね、生地だけを見たらすごい、どうしよう、こんな派手なのって思うかもしれないですけど意外とつけていただくと顔色がパッと明るくなって、うん、よかったなって思いました。そうですね、ね、ちょっと後ろも見ていただいて大丈夫ですか。うん、はい、後ろもですね、こう頭のこう横にですね、こう縛ったところが作られるような感じになって、うん、ちょっと表情が出る感じですかね。うん、うん、いい、かわいい、かわいい。髪が短くっても、うん、なんだろう、意外といけたっていうか、うん、そう、このぐらいの長さだとどうなのかなって思ってたんですけど、うんうんうん、長ければね、こうやって縛っちゃって垂らしとくとかでもいいし、うんうんうん、あ、それはあの、なんだろう、おかみが部分ある方とか、うんうんうん、ウィッグしたりしても変化。でもね、結構、うん、おかみある方も皆さん使ってくださっていて、うんうん、ね、例えば白髪のこう、うん、移行期っていうんですかね、はい、皆さんグレイヘアにされる時に、白髪がこう伸びてくる時にちょっと使われたりだとか、うん、はい、あとはもう本当にヘアセットするのめんどくさい時とかですね、ありますよね、すごいなんです、使っていただけたら、ね、ね、めっちゃ可愛い、やっぱエネルギーをねすごい感じるから寒かった。そう、女性ってやっぱ手に取るものとかから、うんうんうん、なんかそういうエネルギーじゃないけど、うん、こうインスパイアされたりだとか、うん、こう勇気づけられたりとか、うん、明るい気持ちになったりとかするじゃないですか、うん、もうそれがね本当にカホさんのこの絵から感じるものっていうのが、うん、例えば乳がんの方とかね、病気にこう立ち向かわれる方の勇気になるんじゃないのかななんていうふうに思いました、うんうん、もうそうだとすればとっても嬉しく思います、うん、やっぱりね、もともとのこう絵のこうテーマっていうんですか、うん、花宝さんのも、うん、やっぱなんか生命だとか女性らしさみたいなところがありますもんね。そうですね、生命力とか、うん、まあ、愛とかエネルギーなんですけど、うん、そう、あとやっぱり見た方がこう癒しとか元気とかこう、うん、何か気づき、もう自分のこう本質的なエネルギーに気づくみたいなことがあるといいなと思って書いているので、うん、なんかね、そういうものに触れてくだされば、ね、うん、いいですよね、その方の内側からの、ね、パワーが出てくる と、うんね、そういう時こそなんかこういうアートだとかにこう触れていただきたいな、身につけていただきたいなと思ったので、うん、そうですね、はい、すごい素敵なスカーフになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にですね、今後の、はい、
アルモニアさん、うん、真澄さんの、ビジョンとか展望とか、うん、まあもうちょっと具体的にイベント情報とか何でもあれば教えていただけますか。はい、はい、まずですね、あの私は髪を失った女性のためにということで、うんうん、このヘッドスカーフの方展開をしています、はい、どんどんですねこういう新しい柄だとか、うん、その女性ってこう自分が欲しいものをどれにしようかなって選んでる時間ってすごく楽しいじゃないですか、うん、そういったのをどんどん提供していきたいなというふうに思っているので、うん、どんどんヘッドスカーフの方もですねいろんな柄だとか、色だとか もちろんなんですが形なんかもですね、うんうん、いろんなバリエーションで展開をしていきたいなと思いますし、うん、あとはこのスカーフだけじゃなくてもっと内面的なところにもアプローチしていきたいなと思ってですね、うんはい、その一人一人の体験にフォーカスをして、うん、その方がどうやってこう症状だとか病気だとか困難なことに立ち向かわれて、どうこう向き合ってきたのかっていうのをインタビューとしてお聞きして、うん、それを次の世代の方のヒントにしていくような活動っていうのをしていきたいなと思ってます、うんうん、それはなんかアーカイブを作ったりするんですか、うん、そうですねラジオで、放送をするのと、うん、それとあと YouTube ですね、うんはい、YouTube の方でアップを順次していっていますので、うん、もしてるんですね、はい、じゃあのリンクを下になんだ概要欄ですかね概要欄に貼っておきますので、はい、後で皆様よかったらチェックしてみてくださいお願いします、はい、じゃ あと、サブチャンネルでの公開になるかもしれませんが、うん、もうちょっとこう深掘りした今はね、スカーフになるか、うん、なかなかフォーカスさせていただいた内容だったんですけど人生の話とか含んだお話も、うんちょっとこの後別撮りしたいなと思っているので、はい、興味がある方ぜひぜひ聞いてみてください。それでは、アルモニアの角田真澄さんでした。はい、どうもありがとうございまし ました。じゃあ皆様今日も良い一日を。良い一日を。よかったねって思った方はいいねボタンとチャンネル登録もしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。